軽率や。なんすか師匠、軽率なんてひどすぎますって。いや、お前の最近の作品には魂がこもっていない。常識にとらわれている。常軌を逸してこそ勝ちへの道は切り開かれるんだ。それカイジのセリフじゃないすか。師匠、うわー、いってめっちゃ切れた、めっちゃ切れた。何すんの、お前も積極的にトトンをやっていかないと定着しないぞ。あ、そうか、もっとトトンってしとけ。トトンって一緒にやる、一緒にやるか。一緒にやりましょう。絶対に負けないからな。俺だって負けませんよ。はぁ、よし師匠、ちょっとトイレ行ってくる。ふぅ、すっきりした。お疲れです。包丁持ってきてんじゃないですか。30分だ。途中結果を発表しよう。ああ、じゃあまず弟子から。これだ。じゃあ、なるほど、なるほどな、ブーじゃない。弟子はどうだ。あ、お前芝居じゃん、もう。普段ね、